はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、まもるです。はい、パート94ですかね。お手伝いできることはありますか。はい、こいつの話の続きですね。私は、そしてもっと重要な質問があります。あなたはなぜここに来たのです。多分ね、でも何をするところか知っているの。何をしに来たんですか。ここに入りたい、多分ね、とか急に変わるっていうねはい、兵装の書についての知識が欲しい。本当ですか。確かにここには書に蓄積された知識の研究に幾年も費やしている者たちがいます。しかし入手は難しく、強い意志を持たない者を破滅させることもあるのです。あなたの探しているものは大学にあるようね。それじゃあ、あなたは大学に何を与えてくれるの。誰でも入れるというわけではないわ。入学を望む者にはある程度の魔法のスキルを見せてもらわないとね。ちょっとしたテストのようなものよ。これ説得でいきましょうか。合格することはお互い分かっているはずだ。それはどうでしょうね。失敗しました。まあこれドラゴンボーンでシャウトをこうね浴びせると玉げてその入れてくれるんですけど、まあならばその試験を受けよう。結構、魔術法の呪文は転生魔法を専門とするものだけでなく、どんな魔術師にとっても便利なものです。地面の上に向かって放てますか。わかった。やってみよう。よろしくお願いします。あ、この石板ってあれなんですか。この魔術を放つやつだったんですね。召喚。まあ、火の精霊ってことは、火の精霊を召喚すればいいのか。はい。大学の壁には多くの知識が蓄えられています。何があっても大学は持ちこたえます。こんな感じでいいのかな。お目にかかれてよかった。召喚しましたよ。変身センターホールドの栄光の日々は過ぎたかもしれませんが、大学は続きます。大学はスカイリムの遺産です。知られることなく感謝されないとしても。あ、編成ですね。あ、なるほど、照明ですか。これじゃないですか。ちょっと待ってください。ミラベルはマスターウィザードとしていい仕事をするでしょう。でも誰にでも改善の余地はあります。これでいいですか。誰がミラ、そうね、もしあなたが使いこなせると思うのであれば30ゴールドで喜んで渡してあげるわ。あるいはスカイリムのどこかの王宮魔術師に頼んで運を試すこともできるわ。連中は呪文も売っているし。うん、わかった。その呪文に30ゴールドを払おう。はい、どうぞ。あなたが使うところを見たいものね。はい、これでまあ本を買ったと思います。あれ？ないな。もう覚えてんのかな？編成、じゃあ編成で、これ。あ、覚えてますね。これだ、これだ。もちろん、同僚たちも多く、素晴らしいですね。大学の素晴らしい新メンバーになると思います。ようこそ、見習いさん。こちらへ橋を渡っていきましょう。中に入ったらマスターウィザードのミラベル・アービンと話した方がいいでしょう。どうぞこちらへ。はい、これあれですね、一つと違うんですね。前通った時召喚だったんですけど、まあ編成の照明になってますね。まあそんなこともあるでしょう。ウィンターホールドの栄光の日々は過ぎたかもしれませんが、
大学は続きます。まあ、これがね、通る、その、あれ、呪文ってことですね。このファラルダがいないと、まあ、大学にすら入れないっていうね。だから必ずこう、入会しないと、まあ、その清掃の人は入らないということですね。魔法使いね、まあ、強いっちゃ強いんですけど、魔力ないとね、本当に弱いんですね。しかも近づかれるとその即死されるっていうね。まあ、非常に防御力がないんですけど。はい、これで入ってもいいってことですね。あ、行きまして。これでその、お偉いさんが案内してくれると思います。いましたね。かなりはっきりさせておいたつもりなのです。当然です。私はご判断のご意義を理解しようとしていただけです。何かにつけおじくする帝国の作法になっているようですが、ここのサルモールはそういう態度をきちんと受け付けて、あなたはアースメイスの意向で招かれたこの大学の貧客です。いつもお分かりいただけますね。もちろんですとも、アースメイス様に感謝。結構です。それでは、はい、君がアークメイジかな。いや違うか。大学へ、はい、あなたに会うように言われた。また入学志願者。最近は多くて驚くばかりです。では、まずこれを渡しておきます。着用義務はありませんが、袖を通してみれば今の格好よりもしっくりするかもしれませんよ。学内を一回り見学してもらってから最初の授業に案内します。行きましょうか。君は本を読んで、その人に背を向けて話をするのかい。なんていう態度だ、本当に。見習いは顔を見てもあれ、顔を見ないで話をできるっていうか。本当に馬鹿にされたもんだ。早く悪名人になって、君を除名したいよ。見学ならありがたい。それは何よりです。では、ついてきてください。隠れないように。ウィンターホールド大学とは、はい、ちょっとここで着替えたいと思います。あ、こいつが渡したね、このクソみてえな皮切れをね、着たいと思いますね。はい、皮切れ。ひときわ目立つのが剣祖の場です。この集会などは主にここで行っています。広間の上はアルケイナエウムで、その上にアークメイジ居住区があります。厳密には当大学の投石人者はアークメイジですが、住職ゆえにジャッジに手が回らないことも多いのです。そこで日常業務は私が処理しています。さて、一緒にいらしていただけますか。宿舎をご案内しましょう。いや、ありがたいね。残念ながら地元のノルドで問題が起きたため、入場手続きは以前より厳しくしています。実際に暴力型が起きるとは思っていませんが、予防策を講じてもダメにはならないです。いや、私も実はあれなんですよ。まあ、ノルドなんでね。その私がノルドっていうね。俺これありますね、ちゃんとブーツとか。クソみてえな、ほんとに。あれ手は普通なのか。こうやればいいのかな。これで普通になりましたね。はい。すごいなんか可愛くなりました。デイドラのソードだけつけてるっていうね。君たちはほんと歩くの遅いね。新入生の学者はここ、発生の間で。ここかい。
中では静粛にお願いします、ね、学生が勉強中だったり最新の注意を要する実験を行ったりしていることがありますから。こいつらの案内すっごい長いんでね。まあ、で、その案内が終わると、その、最初の授業に招かれますね。まあ、授業つってもね、なんか、うん、まあ、授業なんですけど。まあ、でも、それからね、定期的に授業を受けて、まあ、単位を取らなくてはならないっていうことにはなりません。では、宿舎に案内しましょう。施設は他の見習いと共有になります。彼らとは後で会えますよ。この部屋で目を起きてもらいます。こちらのベッドと机はあなた専用です。共同生活する仲間への配慮を忘れないでくださいね。さて、元素の前戻りましょう。大抵の学生は講義や勉強会でどこにいますから。あんたは本当に頭良さそうな声だね。でも格好もそうだけど、やったー、これ悪趣味すぎですよね。これヤギの頭、これが私の部屋か。うん、覚えておかないと。出入り口からすぐこう向かって右ですね。達成の間っていうことでね。まあ、上位な、まあ、上位くらいになってくると部屋も変わりますね。まあ、アークメイジはアークメイジの部屋とか、まあ、そういうふうに、まあ、上位くらいのやつは部屋とかかってくる。それでは、オールフリルが指導教官になります。それでは、オールの本手を受けているウィザードです。ウィザードは非常にね、まあ、位が高いですね。まあ、いわゆる、ここで言うと、先生みたいな、教官みたいな立場ですかね。彼もウィザードじゃないかな、ミラベルっていう、この人も。多分ウィザードだと思いますね。それより上かな。まあでもこの人はアークメイジではありませんね。その下ですね。アークメイジはこの中に一人しかいません。ちょうど見習い新入生の出席を取っている中に入ってきたの。今困ったことがあったら上級会員の誰かに相談するように。はい、ってことでね、多分この人がアークメイジですね。アークメイジのローブなんで、ダークエルフということでね。ダークエルフだったのかな。そうじゃなかったような気もしたけど、多分そうですね。いやー、時間が経つの早いですね、本当に。まだ全然やってないのにもう時間が来ましたね。はい、ってことで、まあ、ここ入ります。はい、早速新入生がいて、まあその授業となりますね。はい、ここでまず一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。